はい、皆さんこんにちは、安藤の町田です。今日は12月20日水曜日、サイエンチェック。ポリのトンネルをしたところはレタスとか春菊とかルッコラ、わさびな、からしな、みんな本当に苗状態で全く成長しない状態だったのが、いい感じで水菜もね、綺麗で、春菊なんかも突然大きくなり始めた。本当に遅かったんやけど、定食が、ハッシュも、レタスもフリルレタス、サニーレタス、いろいろ。クリスマスとかね、あのお客さんが集まるで、クリスマスってもうあと数日後や。それは無理やわ。お正月でみんなが集まる。本当に今小松菜、ほうれん草がちょっと高くなってるのは、やっぱりあんまり調子良くないみたいで、正月菜というのがこのね、尾張美濃では昔からある小松菜の柔らかくて癖のない優しい小松菜、正月菜で、まああんまりね、小松菜好きな人にとってはちょっとぬるいナッパーやと思う。はい、でこっちこっちね、今のはポリやったけど、これは寒冷舎で、本当に今年の玉ねぎの苗は小さかったので、全体に、あとムラがあった。だからタイガージェット、ジュンコ、ソニックの半分はこの20メーターの寒冷舎をかけました。あとはもう何もしない。ソニックここ一部があって、どんな生育の差が、寒冷舎ありと何もなしと、ちょっと見てみると。でやっとさっきネオアースが終わって、 1,2,3,4,5 500 かける5で単純に2500ぐらいかな。全然思ったよりも半分ぐらいの数になったかなと思う。 5,6,000 をやる予定やった。でここ、でネオアース結局これ全部使わずだから、あっちそら豆を残りの畝に。そうだね、そら豆そんなにも消費しない。でスナップエンドと絹さやをここに。でそら豆が、あのね、トンビがここね、なんか遊んでてね抜いて、で葉っぱなんかもちぎっちゃってね、不思議な現象だった。まあ、これは自然だからしょうがないですね。なんか豆があると思って、食べれるかなって車から下ろしたところでちょうどトンビが来た、僕のいない時に。でここ持ってきたらもう何も特に被害はない。面白いね、なんかそれって。まあここ勝手に苗床に自分でしたんやけど、その踏まれたとかね、少し前の動画で、結局ここダンポールかなんかで分かりやすくここは歩かないでっていうね、トンネルっていうかダンポールこうアーチやれば入っていくことはないよね。それだけで、違うので、まあそれやりゃよかったなとは思う。でトンネルやる際はその180アーチ支柱、180センチアーチ支柱で180センチのダウンポールをこう支柱を中に入れて、
トンネルしてダンポールで押さえると。でパッカーは一番上と一番縁っこにちょちょっとやるだけで、これでまあいいかな。穴あきの換気穴付きのポリなのでそれほど風の影響は受けない。もういくつ180のアーティスチューを200本。もうこれだけで赤字になりそうな。本当だよ、ね、今年に関しては何やと、あのもうそれを回収するだけっていう感じになるわ ね、 ね、うん、ダンポールも100本ぐらい、うん、そうだね。で今やっと12月20日で玉ねぎの定食が終わると。まあでここ何やったかな、春までに終わらせるものをここやります。で夏野菜来年まで考えないとその計画を立てんと分かんない。でこことここは夏野菜になるので早めにもう春はぐっと大きくなったらもう終わらせ土作りで、ここはトウモロコシとかで、こう次から次に何あんまり連作かん、まあ、考えた方がいいんやけども、次の次ぐらいまで考えて、ああで、ここも穴あきのマルチやって、そうね、ネギは終わったもんね、ここね。なんか、まあ何でもいいかなとは思うけど、株でもいいし、ハッシュして、不織布かけて、トンネルして、多分発芽はすると思う。そうだね、冬は3月ぐらいに収穫できそうなやつ。まあそういうことやね。こんなぐらいの。レタスはいっぱい種も巻いてあるので、そっち株はまあ春までなしでいいかなとか、あれこれあれこれ考えるのは楽しいね。ルッコラ本当大きいな。もう週末出せる。本当だね、よかったね。なんかクリスマスっぽいね、ルッコラ。ご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録お願いします。ありがとうございました。